はい、どうも白石秀則です。はい、昨日ですねビバラロックの配信ビバースをね見て興奮してしまったわけですが、まだねめちゃくちゃ興奮してるんですよ。はい、でねビバース TV シーズン2でですねスピン、トータ、リョウキ、シュンとこの3人がパフォーマンスをねしてるということで見ていきたいと思うんですが、まああのビバラロックのですねセットリストやばくなかったですか。本当になんかねこのスピンが入ってて、スピンをこうね全メンバーでやるんですけど、まあなんかこうスピンであの3人がこうラップのスキルを見せることによってロックを大好きな音楽大好きな人たちに説得力をめちゃくちゃぶちかました感じがしますね。スキルが素晴らしい3人やばいですね。あと声色もすごいからね。その中にメロディアスなスマイルアゲンバイグッバイがあったりですね、ムーブオンとかねスクリームとか重たい曲があったり、そしてこう会場沸かすファイナリーファインデューとかあったり、めちゃくちゃ神リストでしたね。はい、というわけで、まあ、この1年間の間でねもうフェスで戦っていく曲ばかりになりましたよ。本当に最強でしたね。はい、というわけで現在ですね Hulu の方で18分41秒のところにカーソルを合わせております。もしね Hulu 契約されている方で一緒に、視聴してくれる方は同時ポチリお願いします。18分41秒のところに、カーソルを合わせております。じゃあスピン見ていきたいと思います。5、4、3、2、1ポチリ。スピン。スピン。もう早く吹き飛ぶスピン。おうおう、カメラアングル面白い。すごい。おうおうおう、すごいすごい。スピン。おーい、これあれだな、ほんとこのカメラワーク面白いね。あのスタッフさんもみんな出てないと見切れちゃうよね。面白い面白い。
こう言いたことあったわ。まあ、シュントとかレオがインタビューで命かけてやっている、まあ、MC とかでも言うのかな。あの、ね、やっぱね、みんなね、ここら辺のレベルになってきて、まあ、ロックとかしてる人間、僕ぐらいのレベルでもそうでした。あの、本当にね、死ぬ気でやってます。このライブが終わったら、死んでもいいやとかね、この一曲にこう、命をかけるとかね。まあ、僕がよく思ってたのは、フェスとかでやるときも1000人の髪を撫でるような曲じゃなくて、100人のうち1人でもいいから胸を突き刺すような歌を歌いたい、けど僕は BE:FIRST は両方できてると思う。髪を撫でるような曲もこともできるし、突き刺すこともできるから、本当にそこで派生が広がっていっている。命をかけるとかって俺は言葉にするんじゃなくて、こうパフォーマンスと歌を聴いたら分かるから、全然俺は言わなくてもいいと思うんだけど、あえて言うっていうことも、そのナビゲートじゃないけど、僕らはこういうことしてますよっていう現在のあり方だと思うし、それぐらいのね、気持ちでやってるから伝わるわけだし、それで勇気をもらったり、逆に僕らが応援したりするわけね。アーティストで本当言葉をね、使ってしっかり言っていくっていうのは大事かもしれないですね。だってスカイハイさん命かけてんじゃん。もう寝る時間もないんだからね。 BMSG 自体がもう一つの塊となって、ね、突き進んでるなと思います。本当になんだろうな、僕もチーム一応こうトップでやらせてもらってますけど、僕は結構ね、今甘いんですよ。その結構みんなの意見を取り入れるし、みんながこう息苦しくないようにチーム作りをしてるんですけど、やっぱりね、本当に強いリーダーシップを取ってですね、独裁じゃなくてカリスマでね、しっかりこう統率することによって、そしてその中でこうみんなのこういいところを引き上げていく、それをするってすごいパワーが必要なこと。スカイハイさんはすごいパワーを使っている。誰よりも動く、誰よりも働く、誰よりも身を削る、それを背中を見せることで、彼らが命を懸けて音楽をやってますって言えるような環境、状況を作って、思いも作ってる。だから本当に一番心配なのはスカイハイさんよ。本当にリーダーが一番、会社のリーダーが一番頑張ってて、それをこうみんなが背中を見て、俺もやってる、俺も命かけるってやってるとかね、そういう風なこう社風、指針ができている。すごいなと思いますね。僕もこうリーダーとしてこうずっとリーダーしてたけど、ずっとそう甘いのよ。部活のリーダーもして、バンドのリーダーもして、会社でもリーダーをしてとか、それはね、なんか甘いような気がするね。まあちょっと僕もいろいろ考えないと、誰よりもやんないだなと思ったこの何日かでございました。はい、というわけで、今日はやっぱりこのスピンは本当この3人のスキルがめちゃくちゃ出てるし、今日思ったのは、まあ、高速ラップ両機でモンスターボイス、そして歌もしなやかなシュンと、そしてソータね、ソータのグルーヴがやばいです。本当にリズムを掴んでキャッチして遊んでいるなと最近すごく思いますね。歌に関してもまだまだもっと口を大きく開けるとかね、伸びる箇所がいっぱいあるので、そもそもこう魂が乗る歌を歌う方なので、しかも絶対諦めない、自分の成長に対してすごく貪欲なソータ、まだまだねすごいことになっていくんじゃないかなと思っております。はい、やべえ3人、この3人組はなんかこうネーミングがあるんですかね、どうなんだろうね。はい、というわけで BE:FIRST シーズン2スピンパフォーマンス見ていきました。ありがとうございました。チャンネル登録、高評価の方お願いします。白石ひなりでした。ブン。